皆さんこんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー早速遊んでいきたいと思います。最初のコースはですね、注目のとても難しいから大ちゃんさん、お化け屋敷で50秒スピードラン、こちらのコース遊んでいきたいと思います。43秒の 1.84%、クリア率だけを見ればなんとか僕でもクリアできるんじゃないかなと思うんですが、果たしてその真相やいかに悪ピンを回収していく系なんでしょうね。なるほど、ここまでは特別難しいところはない。あのパックンでさえつまらなければ大丈夫。ちょっと今タイムをロスしちゃってるけど、まあなんとかなるんじゃないかな。ここはヒップキャッスルした方が次からは良さそう。まあ、一発クリアしちゃえば関係ないけど、このメットの動き新しいですね。あ、すごい面白い。でもヒップドロップが遅れる。ほい。くそ、またヒップキャッスルができなかったけど、なんとかなるかな。よかった、今3段ジャンプだったらできてなかったから危なかった。次が残り17秒で、もしかして一発クリアあるんじゃないの。まあいいかな、結構タイムロスしちゃってるから難しいか。ほい、残り8秒、間に合ってくれ。いい、ほい、5、4、あ、ゴール手前になったわ。土管に入るのかと思ってた。やったね、とても難しいスピードライン一発クリアですよ。皆さん見てますか、イエーイ。たまにはこういういいところも皆さんにお見せしないとね。あ、ちょっと調子に乗っちゃった、ごめんなさい。お化け屋敷で50秒スピードラン、大ちゃんさんのコースで遊ばせていただきました。一発クリアだよ。では次のコース遊んでいくる。はい、お次はこちらのコースを遊んでいくる。爽快30秒スピードラン、春風さん。春風とともにカービィはやってくる。ベストタイムは27秓。こちらのコースを遊んでいきましょう。さっきあんなに難しい、とても難しいのコースを一発クリアしたのに、今回は一発クリアできないリックスタイル。まずはバネをうまく切り出して、このままピョン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 と行きたかったんだけど、いきなり失敗した。これを投げるのか、難しいでこれがあるっていうのはちょっと意外だな。ここは3段ジャンプかな、ファントムジャンプじゃん。あ、詰まる、これは詰まる、狭いな。ほいほいほい、詰まる詰まる詰まる。あの1アップが行く前に行かなきゃいけないとか、そんなことはないの。残り7秒、ま、にあって、残り3、2、1。あー危ない、結構ギリギリだわ。あの P スイッチは詰まるよ。あ、 P スイッチじゃない、パウブロック。せめて2マスは開けておいてもらわないとなかなか厳しいわ。うん、無事にクリアできてよかった。爽快30秒スピードラン、春風とともに花粉がやってきた。それでは次のコースを遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。次はリラックマさん、マリオカートスペシャルカップ。今マリオカート大人気なんですけどね、私任天堂スイッチ持ってないんですよ。実況者カップとかみんな盛り上がってて参加したいなとは思ってるんだけど、あ、これいきなり失敗したんじゃない、やらかした、やらかしたっぽい。あ、でもスタートはできた、危ない危ない。さあ、まず先頭をかけていくのは我らがマリオさん、花ちゃんが追ってきますが、今年マクラーレンはね、エンジンが今一つなんでしょうかね。いやでもホンダがもっと悪いんで、ホンダより悪いってことはないと思って、これはどうすればいいんだ。コースの整備がなってないぞ。まあフェラーリかマクラーレンかホンダはないとして、トヨタさんは参戦してるのかな、してないのかな。さてさて、はなちゃんに追いつかれないように先頭をどんどん突っ走っていくけど、どっかでまくられたりもするのかな。いいねいいね、この音が素晴らしい。そしてそして、あれ、さっき P スイッチがあったんだけど今回ないのはなんで、もしかして毎回変わるような仕組みになってるのかな。そしたらすごいけど、コース覚えられないからレースゲームとしては難しいぞ。あー、ここでまさか砲弾が飛んでくる、これは完全に想定外。ラウンド3。今ね、巷では品川駅の近くでマリオカート、ニンテンドーと争ってる会社がありますけどね、争ってましたっけ、どうだったかな、まあ訴えられてる会社がありましたけど、あれは個人的にはニンテンドーを応援しています。東京とかね、品川あたりで僕車運転することが多いんでね、あのマリカー軍団結構正直迷惑なんですよ、なんて完全に個人的なあれなんですけども。おい、まあ、観光客が面白いっていうのはよくわかる。
なんて言ってるうちに結構進んでるけど、かなちゃんより先にゴールができるのでしょうか。アミーボは結構あるんだね。これは踏まなくてもよかったっぽい。これはどっちだろう。上行きたかったな。こっち、はい。まだ続くの。今のゴールだったんじゃないのかな。これは、演奏じゃないね。演奏だ。どんな才能があればこんなすごいコースを作れるんだろう。 Thank you。 こちらこそ面白いコースありがとうございます。ゴール、やったよベイビー。エンド。マリオカート無事1位を取ることができました。ありがとうございました。マリオカートスペシャルカップリラックマさんのコースでした。ありがとうございます。それではもう一コース遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。最後も今日はスピランで締めくくりましょうかね。思った以上に長い70秒スピードラン、スピランりょうたくんさんという方のコースでございます。57秒の 17% クリア率は高いんだけど、70秒スピードランっていうことなんで、もし後半でミスをしてしまったらやり直しがとっても大変なので、できれば一発で決めていきたいですね。ジャンプするよ。そして叩くよ。からの、これは上に乗ってるだけでいいんだ。ありがとう、優しいわ。飛ぶよ、飛ぶよ。投げるよ、投げるよ。そしていいね。これを投げていって、トゲ像じゃないや、なんだっけ、ドッスンをかいくぐっていくよ。これは走ってるだけでいいのかな。気持ちいいわ。階段状のところを降りていって、ここまでやられるところはまだほとんどない感じかな。入るよ。そしたら、はい、中には敵が入っているんだろうけど、踏まない方が早いんだよね。あ、しまったしまった。変なことやってたら逆に遅れちゃって、多分あれ普通に行ってれば、カロンの上踏んでいけるようになっているんだろうね。からの、このクリボー踏み面白いですね。こんなの他のコースでは見たことない。新しいわ。ほい。これはこうやって、いくる。ほい。いけるはずなんだよね。やっぱりね。で、また、これは最初のと同じような仕掛けだね。叩いて、叩いて。あれ？今なんでやられた？今はなんでやられたのかわからなかったわ。ちょっと誰か助けて。タックマーさん。助けて。誰に助けてもらおうかな。じゃあ今日はモフさん、モフさん助けて。あれなんでやられたのかコメント欄で説明してくださいね。よろしくお願いします。そのまま走り抜けていって扉にお邪魔します。クリボーを踏んで走るよ。弾かれて落ちるよ。踏んでくよ。はい、できるだけ踏まないように、踏まないように。そしたら走ってるだけでいけるはず。 OKOK。 これでいいのかな。いけた。さっきはなんでダメだったんだろうね。まあいいや、解説班のモフさんがきっと教えてくれると信じてる。飛ぶよ。もう一回飛ぶのかな。飛ぶよ。さあ落としてテレサとかドスンとかカロンとかいっぱい倒していって、土管に入るよ。からのゴール。いやーよかった。70秒スピードランだけど12秒余りましたね。タイム制限的な余裕は結構あったのかな。疲れた。途中ね、うっかり虫とよくわからないやられ方をしてしまったんですけれども、クリボーポポポポーって踏んでいくところとかとっても面白かったですね。思った以上に長い70秒スピードラン、スピランりょうたくんさんのコースでした。ありがとうございます。
そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方、初見の方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回はあなたのコースに、くるくるクエル。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。